手がありましたね。はい、6回以内のパスで打っていかなきゃいけない。そしてここで決まりました。ピボット佐藤をヤンニマが抑えている様子が見られます。そしてここ今決めていったのは28番の三浦でした。さあ今度決め切りたかったが、これは稲本のセーブ。早い展開で福岡走っていく伊藤極む、かわした伊藤極むです。ここはちょっとピボットにボールが回りませんでした。そして庄司が勢いよくいく、股の下を抜いた。そして吉田晃平、決まった、今日最初の得点です。さあ速いパス通った、谷藤打つ、決まりました。さあここもピボットに合いました。佐藤光の連続の得点。そして森光陽のウィング、決まった。36対29、大道特殊高フェニックスが